多分このままテイルズの話をし続けそうこんにちは。こんにちは。テイルズだね、でもなんかみんなが言うほどエクシリア嫌いじゃない。ああ、私結局途中までしかやってないからな。マジか、みんなが言うほど柔道嫌いじゃないし、みんなが言うほどエクシリア嫌いじゃない。私なりきりダンジョンがねできない。なりだ、私やってないなりだ。難しくてできない。え、難しいのあれ。そう、なんかなんだろうね、なんかさ、すごいコラボじゃん、やっぱり、コラボすぎてやる気が出なくなる。ああ、そういうこと。コラボもの嫌いってこと。なんかほら、一つの作品じゃないじゃん、それはそれって、じゃあレディアントマイソロジーもダメだ。やってみたんだけど、途中で飽きちゃった。ああ、まああれストーリーって感じじゃないからな、キャラゲーだからね、お祭りゲーだから。レディマイあんまり面白くないね。なんか人気ある割には、私も最初に2買った時に、そうでもないなと思ったんで。あ、そう、2が一番マシなんじゃない。そうなの。1だったけど、1もスッカスカだったよ。あ、内容はね、とりあえずあれでしょ、クエストとかやればいいんでしょみたいな感じになってた。そういいからいいから。イヤフォン、乗ってみました。テンション高い。でもレジェンディア好き。イヤホーで思わせたっけ。レジェンディアって何。あー、なんかあほら、そういう反応なんだけどね、みんな。あのキャラゲーね、あのストーリー後のキャラゲーがメインっていうね。そう、私でもあれやってみたいと思う。面白いよ、すごい話だよ。うん、思ってるよ。思ってるけど、それで何千も出すのかって一生思っちゃう。まあ、ゲームだいぶ安くなってると思うの、レジェンディア。あんま人気ない。うん、人気ないよ。なんか、パズルとかできるよね、ミニゲームで。そうだったかな、あんまり覚えてないな。あはん。なんかね、そこに出てくるジェイちゃんっていう子がいるの。かわいいよね。すごいかわいいわかる、ジェイちゃんかわいいよね。ジェイちゃん、女の子。男の子だったのかな。男の子かな。男の子じゃなかったっけかな、うん、すっごい可愛いの声が白石力さんでね。昨日のアルファスタッフブログへ検索でたどり着いた人の検索ワードがタカポンラジオでした。誰だっけ。 すごいじゃん。やばいかも。あれかもしんない。どれ、あれ、うちのガチ知り合いかもしんない。マジで。やばいやばいやばい、たどり着かれた。やばい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 。なんで、なんで、いいじゃん。やだやだ。あ、なるほどな。いや、そういうことか。やだー。やだー。ダメっつってんのだから。なんで、でもほら、いいじゃん。いいじゃん、別に。やばい。でも誰が出る、やだ。あ、見つかっちゃいましたよ。こんにちは、久しぶりです。久しぶりですか。久しぶりです。お手待ってますよ。お互いもう崩壊した。熱い熱い。おじさん熱い熱い。あの、見つけちゃったね、きっとね。聞こう、今日。多分全部聞いてるね。後で聞くわ。いや、でも今は聞けないけど。でもスタッフブログ、そうだね。たどり着いただけだから。よくないじゃん。いや、でもそっから普通は。飛ぶよね。アルファのサイトに行けるでしょ。だってタカポンだもん。飛ぶよ。飛ぶよね。じゃあ、とりあえず始めます。はーい。じゃあ、タイトルコールからスタートです。はい。いや、あ、その前に BGM のチェックをします。これあんのって、改めましてってことだっけ。そうそうそう。本当は心配になっちゃう。聞こえない?こんな感じじゃない?はい。まあ、いいか。次は行きまーす。タイトルコール。3、2。トライアングルの近況報告会。最近知り合いの理系学生に白衣をもらってとてもハスハスしているタカポンです。最近というか6月3日にテイルズフェスティバル2012に行ってきてハスハスしました、神崎アトジェイです。最近ものすごく追い込まれて全然ハスハスしてないユッキーです。そんなわけで今週のトライアングルが始まるよー。改めましておはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。女3人寄せ集めラジオトライアングル、あなたの視点を変えるかもしれない33のプレゼンテーションの第11回配信でございます。プレゼンターは坊やだからさ、ゆきです。ソロモンよ、私は帰ってきた、神崎アトジェイです。
この桜吹雪散らせるもんなら散らせてみろい、タカポンです。はい、この番組は物事をアングルを変えていろんな視点から見てみようというコンセプトの各種番組です。そのためにメンバーのオタク女よ3人が様々な情報や豆知識、主義主張などを5分以内でプレゼンしていきます。皆様も知ってるようなあるあるなネタから実は知らなかったトリビア的なネタまで狭く深く共有して楽しんでまいりました。そして毎回終了後に一番良かったプレゼンを決定します。今回はなんと11回目。つまり33のプレゼンテーション完結編でございます。すげえ。果たして罰ゲームを受けるのは誰か。はい、前回のおさらい。はい、前回ね、得点つけるのがちょっと間違っていたっていうことに、そうなんです、本人たち気づきまして、はい、訂正いたしました、はい、で1位 J ちゃんの方が33対3です。ごめんなさい、33でした、はい、で2位がタカボンで28点、はい、ユッキーが3位で21点っていうことにちょっと訂正させていただきます。はい、すいません。はい、そんな感じでね、はい、はい、先週タカポン何しましたっけ。あ、先週ですね、私はやらぎメンマについて、桃屋さんの、はい、ゆきは天海ゆきさんについて、しゅ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 、あんでジェちゃんはあの田中慎吾っていう男が彼女を募集してるっていう話をしました。お前らふざけんなよ。マジでそこいじんな。それではこんな3人で本日も元気に明るく健全で誠実にお送りしていきます。この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りします。ジェイとユッキーとタカポンのトライアングル、はい、すげえ熱くなってきた。3分、はい、はい、もう私テンション迷子になってきた。私前回のおさらい得点だけ言って終わらそうとしたもん。そうだね。どうしようと思っちゃった。あ、初見さんですね。あ、いらっしゃいませ。初見ですか。多分ありがとうございます。本日完結編でございます。ギリギリセーフ、いらっしゃいませ。うん、ギリギリセーフ。おっとっとい、おっと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 い、カミカミだね。カミカミです。カミカミですよ。なんか今日みんな乗っかるね。私ハサス乗っかっちゃった。私も乗っかっちゃった。あ、そっか、名前があれだよね、出てるあれなんだったね。あ、そうだ、そういえば、あ、コメント見るやつ、そっか、どうやって見るんだろう。ピピピ、あ、私半分だけ顔がめっちゃ近いよ。やだ、見たことあるようなないよ。まあそんな感じの番組ですよ。どっかで見たことあるようなないような、ないような。あ、そういえばなんか、はい、なんだっけ、はい、あのプレゼンの、はい、番組のあれじゃん、はい、アメリカとかの向こうの、あ、テッド、そう、はい、テッドがね特集されてた。おお、何で。なんか普通のニュース番組で、へえ、なんか何かのイベントがあって、うん、で有名なその何人かがプレゼンしていくっていう模様がちょっと紹介されていて、うんうん、これ知ってるしと思って一人テンション上がってたんだけど、うんうん、まあそれだけ。やっと時代がうちらに追いついてきたね。なんか元ネタそことは思えない番組になったよねこれ。まあね、くだらねえのになっちゃったけど、全然くだらなくなんかない。そうだよね、私たちのありったけのなんか萌えとか一生懸命やってるよね毎回。いっぱいいっぱいだよ常に、うん、いっぱいいっぱいだよね、一生懸命やってるよ。だよ、主義主張だよ。そう、ちょっとパクってますね。そう、ちょっとだよね、本当にちょっとですね、本当にちょっと。プレゼン番組っていうところしかだけだね、かぶってないよね、うん、これはもはや。はい、それじゃあ、はい、次行きます。はい、はい、準備はいいですか。はい、はい、では行きます。音楽からです。本日のプレゼンテーションのコーナーです。最初は
最初は誰かな。はい、ユッキーです。はい、ユッキーは何をするんですか。皆さんも知っているあの人について語りたいと思います。またあの人か。またあの人。またあの人ね。どの人だ。そう。あの人。はい、はい、じゃあ楽しみにしてる。なんで笑うの。はい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 。2番手は。はい、ジェイタンでございます。はい、ジェイタンは何を。あの、今回最終回ということで。はい、そうですね。初心に戻ってライブマナーの話を。さすがや。さすがや。ジェイタン見習わんとあかんで、ほんま。ほんま。いいのよ、おるでー。おるでー。前は何すんねん。前は何すんねん。タカポンは、ゴーバスターズ、また日朝ですね。初心に最終回ということで初心に帰りまして、日曜朝7時半からやってる番組について追加選手についてちょっとね今日はプレゼンしようと思っております。そんな感じでね、はい、それでは1番手の人準備お願いいたします。はい、私のことが好きって言ったじゃない。どっちが大事なのよ。え、餃子。餃子。トライアングル。今家に冷凍餃子がなんかいっぱいあるんだよ。来た、タカポン。業務用餃子がスープ餃子にしてしまう。さて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 ってことはさ、タカポンでさ落ちるってことでしょ今日。なんかうん、そうだね、ふさわしいんだね、落ちとして。落ちたんと、すごい嫌だな。なんでなんで、すごいなんか試合じゃないですか。その大して面白い話じゃない。大丈夫、うん、タカポンはね、タカポンっていうだけで面白いのよ。そうだよ、タカポンはさ、あなたの存在がね、バカにしとるやろ。してないよ。お前は関西弁をバカにしとるやろ。でもないわ、関西弁喋りたいねん。そういえば、その小学生たちのスパイダーマンごっこ事件のやつは、うん、みんな関西弁でなくって若干関西弁チックだったの。スパイダーマンごっこしようやって言ってんの、でっかい声で、うんうん、あれあれあれジェイちゃんみたいな。言ってみればよかったじゃん、ベランダから。いいな、おるでー。教えてあげればよかったじゃん。変な姉ちゃんがいるって言われるよ。そういうことだね、うん、餃子食べたくなるよね。餃子、なんか餃子の王将、餃子超うまいっすよ、マジで。餃子の王将、餃子の、餃子の王将っていうの。うん、なんか餃子の王将の CM を思い出そうとしたら無理だった。 CM なんかあるの。うん、なんかすごいあるけど大して面白くなかった。思い出した、ユキさんはね、メガネかメイドです。うん、間違いじゃないね。もしくはベッド、ベッドの女。エロいな、エロいな。ベッドの性的だな。なんかメガネでメイドでベッドの女。性的だね。性的だね。やばいね。やばい。そういう感じで、うん、違うサービスになっちゃうね。いけないね。有料だね。そうだね、うん。風営法に引っかかるね。そう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 。ちゃんと届け出出すとかないと。出さなきゃいけないね。お昼だぞ。なんでちょっといい声なの。今いい声だ。ちょっといい声使っちゃったの。どっちで。あー、ユッキー行こう、行けないサービス。その通りです。すげえ金取られるけどね。そうだよね。ぼったくり。すっげえ取られるけど。そんなことないですよ。あの、その金額に見合ったサービスというものは必ずございまして。すごい。じゃあ満足いくようにこう、うん、あれしてくれるんだね。あれって何ですか。あれって何ですか。あれいいんですか。ダメ。本当に言っちゃうからダメ。あの、私は今頑張って言わないようにしてるんだよ。うん、心の距離が開くけどいいよ。そこかよ。ここがバンされるとかじゃないの。タカポンさんっていうよ。やだ、タカポンさんなんだ。タカハシさんとかじゃないの。タカポンさん。あれって何ですか。いらっしゃいませ。あれって何でしょうね、ほんとね。あれって何ですか。あれって何ですかね。オチが出した。語彙力がないパターン、うん、いやー、なんか緊張するんだけど。マジですか。マジですか。マジですか。あ、見ちゃダメ。痛い、見ちゃダメ。ぬん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 。はい、お待たせしました。はい、はい、それでは大丈夫ですか。はいはい、ではいきます。3、2、1。
はい、最終回の今回はですね、皆さんが知っているあの人についてプレゼンしたいと思います。あの人誰だと思いますか？そう、あの人ユッキーさんについてご紹介したいと思います。皆さんもご存知ユッキーさんですね。あの某トライアングルって番組やってるユッキーさんなんですけれども、まあ、本名は川手ゆき子さんと申します。この名前はですね、なんか生まれた土地が青森県ということと、生まれたその日が大変な豪雪で、アパートの2階まで雪が積もっていたということでゆきこって名前になったそうですね。いやー、なんか分かりやすいんですけれどもね。そして名前の漢字をご覧になるとすぐ分かるんですけれども、まあ、雪がひらがなで、子が漢字っていうね。で、川手も流れる川に手足の手ということで、すべて小学校1年生で習う漢字ばかりです。今、バカにしたでしょ。で、これはなんでこうなったかっていうと、私の愛するパパンとママンが、必ずほら、幼稚園とかで名前の漢字の勉強をするじゃないですか。それが大変ならないように、わざと優しい、こう、漢字を、直線ばかりの漢字を選んでくださったということでございます。愛情たっぷりあふれるお話ですね。さてゆきちゃんですね、家が実は転勤族だったんです。生まれてからいろんな県に行きました。北は青森県ですね。南は広島県住んでいました。とてもグローバルな幼少時代を過ごしております。でその中で一番長く住んでいた、大抵は 1,2 年だったんですけれども、一番長く住んでいたのが福島県でした。小学校1年生から高校卒業まで約12年間過ごしてきております。まあ故郷というかふるさとと呼ばれる場所、私にはないんですけれども、まあこの福島県というのは自分が帰る場所だと思っておりますということで、この福島県ということで今の私が形成されたわけなんです。つまりですね、何が言いたいか、まあオタクとの出会いが福島県だったというわけでございまして、あれ、はい、そのきっかけはですね、乙女ゲームのアンジェリックスペシャル2っていう、どうしたの話、あ、そう、2と出会ったわけです。ここから私はそのゲームにハマります。ハマりました。アニメ見ました。ゲームね、ゲームを買い漁り、もう今な主要なゲーム機全部揃ってます。プラス声優の世界にこうハマりまして、声優イベント行きました。サイリウム振りました。で最終的にコスプレの道に行きまして、自分がキャラになっちゃったみたいなところまで、まあ、エリートコースをたどっていったわけですね。はい。そして夢もできました。まあそのコスプレの延長かもしれませんが、まあ、女優になりたいということで今も夢に向かって邁進しております。とまあ大まかな経歴はここまでで、もっと詳しいディープな世界に皆様をお連れしたいと思います。まあね、性格ですね、まず。これはご存知だと思います。お二人とも、それとも皆さんもね、リスナーの方も。まあ、よく言われます。常にマイペースだと。で、プラス、変な人、変わった人ってよく言われるんですけど、まあ、本人は自覚はないです、もちろん。で、もちろん皆さんに大変気を使っているんですよ、普段。かなり。気を使ってるの。だけどなんか伝わらないの、なんでって不思議に思ってるみたいです。謎ですね。でまあ基本的にはね、楽観的ですよね。まあどうにかなると思って普段過ごしてるからこんな感じになっちゃったんですけど、あ、こんな感じになっちゃったって言ってたんですけど、はい。でですけどね、皆さんにも悩みがある、もちろん私、あ、間違えた、ユッキーさんにも悩みがある。その悩みはね、これここ真面目な話、悩みがあるんですけど、それは、まあ、友人関係がちょっと密に作れないみたいで、なんかね、あんまりね、こう人とこう深く関わろうとしないみたいなんです。だから長い付き合いのこう親友って呼べる人がなんか少ないって、一人か二人、まあ、いればいいと思うんですけどね。でプラスメール部署じゃないですか。なんかメールしたいと思うんだけど、なんかめんどくさいんですって。でね、でもそれはすごい悩んでるみたいで、このユッキーちゃんっていうのはずっと前からその悩みを抱えて20年間過ごしてるらしいなんですよ。まあ、年齢非公開です。はい。で、まあ、何かいいアドバイスがあれば教えていただきたいというところであるんですけれども、さあそんな彼女ですね、実は今三足のわらじ状態なわけです。このラジオ
プラスお仕事、劇団ですね。この3つのわらじは大変大変です。こう大変大変、うん、大変それで忙しくて休みの日も休めないっていうすごい大変なんですけれども、まあ、3回言っちゃった、大変なんですけども、4回目なんですけどもとても充実したいい生活を送っているということみたいですね。でその中でこのラジオっていうのは彼女の憩いの時間的なね、憩いの時間的な感じでとてもここが楽しいみたいです。はい、そんなアクティブな彼女の人生の目標です。聞きました。これはですね、自分の生きた証を作ること。この思いのもとまた何か新しいことに彼女は挑戦しようとしているようでございます。はい、ってことで少しでもユッキーさんのこと分かっていただけたかなと思うんですね。なんか気になったようだったら個人ブログとかあるんです、実は。まあそれはアメーバなんですけれども、まあ明日に風が吹く雪でこう検索していただければもっと彼女が深く分かると思います。最終回ですが、ぜひ私に投票をお願いいたします。以上です。はい、 OK、 5分50分。もう6分近いんだよ。ちょっと語り明かしちゃったね。あ、これ終わんねえ。どうすんだろう。4分50ぐらいから終わんねえわこれ、うん、だから質疑応答は30秒ぐらいで短いそうなんだよ。結構ね、いるんだって。なんかその人になりたいからっていうことで、自分がこう、今度表現する方に入る。コスプレから?そうそうそう。コスプレも、要はこう、自分で、そのキャラになりたいからなってるわけだし。あ、番組、これ入ってる。番組今日で終わらない。あ、番組はね、次回で終わりです、はい、一応プレゼンをこうやって今までいっぱい重ねてきて、その得票数で、最下位の人が罰ゲームをこうあるんですけども、その罰ゲーム会が次回なので、プレゼンの、まあ、コーナーとしては今回が最終回。そうはい、それでは質疑応答いきます。はい、3、2、1。はい、質疑応答早めに。はい、はい、タカポン君。ユッキーさんが悩みがあるっていうことを伺っておっしゃられてたそうなんですけど、はいはい、それはなんで悩んでんの、はい、なんかさ、めんどくさいし、めんどくさいからメールしたくないとかさ、言ってんだったらさ、悩むことなくないと思うんだけど。なんか怒られてる気がするんですけど。いや、じゃあ普通に単純に、何を悩んでんのかなと思って。いや、なんかは、こう、なんかはって言ってた。こう、普段こうさ、はい、携帯パって見るとメール来ない日とか、ザラにあるわけ。来ないよ来ないよ、そんな来ないよ。でもさ、こう気軽になんかさ遊びに行けようってこう誘える人も少ない、うん、うん、いないよいないよそんなの。ないない、あれ同じ、うん、てか普通 2,3 人ぐらいでしょそんなもん、うん、あ、そうなの、うん、そんなもんだよ。だって、ね、10人20人もいないよ。10人20人管理できないっしょまず管理管理ってダメですけど、ちょっとしできない。タカボンさんは管理されてらっしゃると思いますね。そうなんですよね、なんかそんな感じする。いやでも私も深く人とあんまり付き合わないタイプだから。いや、要は似てるんだよね、うん、違う人に聞けばよかったのかな、うん、じゃあ、うん、ちょ、似てると思うよここ割と、うん、そうだね、うん、どうしたじいちゃん。もう同じようなことしか言えないからうなずいといた。じゃあ私結構さ語っちゃったからもういい、もういいよ。大丈夫。よく理解できました。はい、ありがとうございました。では次はじいちゃんです。はい、 OK、 1分13。早い。今日は私とデートだね。ね、あれ、私との約束はこっちの知り合いが出てきた。トライアングル。私の間違えた。違う。あ、そうだよね。周りには先輩はいっぱいいるけど、うん、結構周りの友達はねすごいんだよ。なんか誕生日会を開くと何十人と集まるの。そういうコミュニティを作れる人っていうのはそれいるだろうけども、うん、いろんなところに所属してるんじゃない、うん、サークルのあれとか、あれなんです。なんかね、一人で沖縄旅に行っちゃったりとか。あ、そういう、まあ、それもまた特殊な、そういう人はそういう人だよ。うん、自分は自分でいいんじゃないかな。そういう人じゃない。はい、では移動してください。なんかもう、ね、最後の方時間とかも気にしなくなっちゃった。うん、雪途中が時計みたいになった。もう最後だ、語ろうぜって思っちゃった。私そっちに行った方がいい。戻るか。そうね。ババンババン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 。椅子が高いよ。あ、椅子全然いじってないよ私今日。暑、うん、いよ。興奮してるんじゃない。興奮してるんだよ。うん、ハハしてる。ハスハスハスしたね。よかったね、ハスハスできて。そうそうそう。うん、ペッペッペー。2枚目どっか行った。
タカホも私で隠す。面白い。あ、不思議かわいいですね。え、何がですか。ユキの服。あ、不思議かわいい。ケープみたいなのついてるもんね。ケープから長袖が生えている。暑いですよ。さようでございました。女子校だ、女子校だ。ちょっとちょっとスカートで仰ぐみたいな。おいしいですか。はいはい、はい、では行きます。3、2、1。初心に戻ってライブマナーの話をしようと思います。何かって言いますと、出待ち入り待ち行為についてでございます。私は個人的にこの出待ち入り待ちがすごい大嫌いなんですけども、そのやってる人を否定するっていうわけじゃ、まあ、なくて、まあ、行為によってその出待ちされる本人が喜ぶと思えるかどうかっていうのをこう考えたら、まあこういった行為はなくなると思うんですけども、まあ、うん、その人数がね、1人とか2人だったらいいじゃないって思うかもしれないですけども、それがこう数がどんどん増えてったら、それはやっぱり会場にとっては迷惑になります。で、私はまあ劇場のホールでアルバイトをしているんですけども、本当よくわかるんですね。本当会場の外っていうのはただの道だったり、他の施設が入ってるっていうのは普通だと思います。大勢の人が道にいると常識的に考えて邪魔でございます。まあ邪魔だけならともかく、こう車とか他の通行人の人も普通に通っているので、何らかの事故やトラブルにあったら、まあ、誰が責任取れるのっていう話でもないし、まあ、そもそもね、そういうことで会場とか運営スタッフの人員が割かれてしまうと、逆にイベント開始の時間が遅くなったり撤収が間に合わなくなって、そのね、イベントした主催の人がそこの会場になんかしたりとかしなくなっちゃう場合もありますね。そんなことになって困るのは誰でしょうって、そのイベントやライブをやってた舞台に立つ人たちじゃないでしょうかね。まあとある韓国のタレントの熱烈なファンさんが、まあ、ドラマのロケ地などを巡る旅をこうしてて、まあ、行方不明になっちゃったっていうニュースもあるんですね。でそれは別にこの行為とは直接関係ないけども、それを知ったやっぱその韓国のタレントさんはすごいびっくりしたショックを受けたと思います。その自分を追いかけてきてくれたのにそんな事故に巻き込まれちゃったっていうのは、まあ、そういうのの延長になるんじゃないでしょうかね。まあちょっと大げさに話がなっちゃったんですけど、まあこれ自身についてはアーティストさんとかタレントさんとか芸人さんとかが、まあ最初からブログとかで苦言を呈している場合もございますね。で、私の好きな俳優さんとか若手俳優さんとかもブログでそういったニュアンスのこともやんわりだけども言っている場合もあるし、それを見るたびに、あ、この人にこんなことを言わせてしまって同じファンとして申し訳ないなって思います。まあ、その中の一人で、あの声優の寺島拓磨さんっていう、あのアクエリオンのアポロの人とかがいらっしゃるんですけど、寺島さんは結構イベント前にご自身のブログで、まあ、今回もマナーを守って楽しい気持ちのいいイベントにしましょうねっていうコメントを絶対残されるんですね。で、まあ、その理由みたいなのをある時ツイッターでずっと長い文章って言ったらおかしいけども、ツイッターなんでお話しされていた時があったらしくて、そのまとめをちょっと最近見ることがありました。まあ、これ、ぜひいろんな人に見てほしいと思いました。寺島拓磨出待ちあたりで絶対出てくるので、まあ、その中で、まあ、モラルがない人が多いっていうより、モラルっていうものの存在自体が薄くなってきてるんじゃないかとおっしゃいました。で何がセーフで何がアウトかっていう線引きがもうみんなの中になくなってきちゃってると思うんですね。でも、まあ、マナーとかモラルは誰かの、誰のためにそれをするって考えたら、まあ当たり前の行動だと思うので、まあポイ捨てをしないだとか、たむろしないだとか、まあ当たり前の行動じゃないでしょうかね。まあ劇場で帽子を取るのはなんででしょうね。まあ、自分の後ろにも人がいるからですよね。まあ、開演中は携帯電話のね、電源切りましょうって言うけど、まあ、他のお客様とかがね、楽しんでる邪魔をする権利はその人にはないわけですよ。まあ、そんな普通のことの延長として、なんで出待ち入り待ち行為が出るのかっていうのはちょっとわからないんですけども、あくまで個人のね、その自分の気持ちをその人に直接言いたいとか、その人応援してる気持ちの表れがこれですって言われたら、ああ、そういう考え方なんだなって私は思うけど、私は好きではない、その考えは好きではないっていうだけです。でもう一個いいなって思ったのが、ルールがある方が安心して楽しめることもあるっていうことなんですね。まあ、同じイベントにいて、まあ、イベントの外側、イベントではない場所でその人に会うっていうのはなんかちょっとずるいなっていう気がするんですね。
まあ、じゃあそう思う人はじゃあ、あなたもすればいいじゃないって言っちゃうかもしれない。でもそしたらこの話振り出しに戻っちゃうんですね。絶対結局そういうことじゃないでしょうかねっていう、まあ、オタクって呼ばれる人は自分の好きなものには一直線なんですけど、でもその自分の好きなものを向ける矛先も人間じゃないですか。アニメを作ってる人も、まあ、舞台に立ってる人もゲームを作ってる人もコンサートをやってる人も舞台に俳優さんもアイドルさんもね芸人さんとかもみんな人間なんですよ。だから何オタはマナー悪いとかなんか常識になってないとかそういうねアンチじゃないけどやり取りがあるけども、でもまあ自分のね好きな相手は人間ですっていうことをちゃんと考えたら、まあ、そういうことはなくなると思うんですけど、さあどうでしょうね。はい、 OK、 5分15やんまり終わってどうでしょう ねっていう禁止ってことで、まあ、完全にねその禁止って、まあ、普通は禁止ですって言うよね。言うべきだと思うけどね。会場側は言ってるんじゃないよ。でも言ってる、うん、普通に言ってるしやめてくださいって言ってるし、まあ、常識的に考えてそれは絶対ないと思うんだけども、うんうん、ね、それをやっぱりこう言ってなくならないから結局その見に来てもらう本人が言う羽目になるみたいな。でもそれ言ったところでなくならないよみたいな、ね、でもそういうところ外側で声かけられて、うん、あえてスルーをするその本人の気持ちにもなってほしいよね。ああそうだよね。そう、応援されて嬉しいけども、うん、ここで自分が答えたらそれ以外の人に対して悪いっていう人いるよね。そう、うん、これも寺島さんが言ってたんだけども、そういう話を見るとさしょぼんってしちゃうそうだよね、うん、はい、それでは、そう、プレゼンなのにどうでしょうかで終わったからね質疑応答です。3、2、1。はい、すっごい真面目な話しちゃった。はい、ユッキー、私もなんかちょっと経験あるんです、うん、デマッチをやったんですけど、うん、なんかあんなに長く並んで待ってるのにこれだけっていうのあると思ったんで、うんうんうん、まあ、なんつうか早く帰った方はね、うん、ゆっくり寝れるし別になんかわざわざ待たなくていいんじゃねえかななんて思った、うん、私も思ったよそれは。なるほど、うん、やっぱりね長く待ってるといっぱい人がいるってことだからね。そうなの、危ないしね。それでさ帰る時間がどんどん遅くなっちゃったりしてるさ。なんか、うん、こんだけだったらしかも自分のことなんか見てくんないからね。そうでしょ、なんで待ってんのって感じだね。うん、結局自己満足なんだよ、ね、って感じだね、うん、なんかある、なんか質問とかじゃないけど、うん、なんかファンサービスとしてさいろいろやってくれる人がいてさ、うん、その俳優さんとかね、うん、声優さんとかでやってくれる人がいて、うん、で結局それをさいいように取っちゃって勘違いして、うん、じゃあここまでしていいんだっていう線引きをどんどん曖昧にしていくファンが多いってことでしょ、うん、そういうのはあるよね。なんか、うん、でも若手のさ、うん、なんだろう VK バンドとかで言うとあれなんだけど、うん、もう本人たちが容認仕掛けてるところも多々あって、うん、もう何々が欲しいとか言っちゃうんだよね、うん、あるね、ブログとかで、うん、わざわざだからもうアピールしておいて、うん、別にプレゼントボックスにあれでもいいし、うん、出待ち容認してますよっていうのもあるから、うん、だからそういうアーティストさんがいるのもね他のアーティストさんに結局迷惑をかける一員になってるんじゃないかなとも思いました、うんうん、難しいよね、うん、難しい、応援されて嬉しくないはずは絶対ないし、うん、そうやってその人たちだって駆け出しの頃は特にさ、うん、ファンと直接やり取りするの絶対楽しいと思うんだよね、うん、そう思う、でもね、その規模がどんどん引きずられていくとちょっと大変、いろんなところにね迷惑かかっちゃうからね、うん、結局はね、うんうん、いいお話でした。真面目すぎた、考えさせられたね、社会を風刺したお話でしたうん、ちょっと真面目すぎたなって思った。じゃあ最後はタカポンだよ。はい、 OK、 2分8で終了。はい、うん、やっぱりお前のことが一番大事だって気づいたよ。あ、私ユキと付き合うことにした。幸せになろうね。うん、なんか一緒にトライアングルって思った。結局ほらプレゼン番組なんですね。こう屋根裏から出待ちです。小月さんは可愛いから出待ちしちゃダメです。氷川さん出待ち氷川さん出まーす。キャー、氷川さん抱いてください、抱いてください泣き泣き叫びキャットフード
ご遠慮ください。ご遠慮ください。先ほど吐きましたのでしかも吐いちゃった毛玉をゴロ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 出してくださいやばいねやばい。お母さんにメロメロですよ。大好き、うん、モフモフ。家に持って帰りたい。いつもみんなが2人がさ先に上がるけどさ、うん、私ちょっと独り占めと思ってちょっとなでくり回してから帰るもんだよね。ありがとうございます。本日の毛玉こちらになりますモフモフしよう。モフモフ、私何話すんだっけか。しっかり氷川さんのことについて泣いちゃう、うん、クズだね。え、25歳え、あ、赤いのってあれね、ピン服がピンクだから多分赤く見えたんじゃないですか。あ、25歳なんですか。そうですよ笑っちゃいけないとこなんじゃないの私。いや、私はユキに対して笑った。私も笑え、毎日3回もブラッシングしてるんですか。すごい。え、ここでブラッシングしてるの。そうです。え、廊下ですね。あ、じゃあどんな男が好みって聞かれてますよね何かが間違っている。は興味ない。社長はのんけですって書いてあるスリーサイズだって言ってる。大人気。社長の好きな食べ物はめっちゃ大人気うちらより人気だ、本当だはい、それでは次最後のプレゼンです。はい、時間お願いしますね。緊張するね、タカポン。緊張する。これで終わりだよ。私あんまりしてないわいつも通りだよね。してないわ。なんで黙ってもらったの。はい、行きます。3、2、1。匿名戦隊ゴーバスターズミッション15、金の戦士と銀のバディの追加戦士ビートバスター、スタッグバスターがなんかすごいという話ですね、今日は。で、まず、ゴーバスターについてさらっと説明しようと思います。匿名戦隊ゴーバスターズと言いまして、匿名希望の匿名ではありません。特別な命令の方の匿名ですね。で、あらすじの方がですね、日本によく似た別世界、新世紀1999年のクリスマス、転送研究センターのスーパーコンピューター内に侵入した謎のコンピューターウイルスがメインプログラム、メサイアに感染した。ウイルスの影響で意思を手に入れたメサイアは暴走。世界の支配を提唱し、瞬く間に転送研究センターのコンピューターを乗っ取っていく。恐ろしいね。それで、センターの研究員たちは暴走の拡大を抑えるため、施設ごと、研究所ごと、亜空間という謎の空間に転送するっていう道を選んだんですね。その中にいる人ごと。で、施設が亜空間に飛ばされた直後、敷地に3人の子供と3体の作業用ロボットが転送されてきたんですね。何にもないとこに。彼らは事件の時に施設にいた者たちで、その身にはワクチンプログラムが宿っていた。さっぱり意味がわからないでしょう。で、メサイアの暴走はそれによって収まったんですけれども、それは一時的なものにしか過ぎず、時を経てまた現世に戻ってくるかもしれない。その事実を知った男、黒木武氏は子供たちを引き取った上で、いずれ訪れるメサイアたちの襲来に備え、彼らを戦士に育て上げることとなる。っていう話がありまして、13年後。これが、1話からですね。で、新世紀2012年、エネトロンというクリーンエネルギーが人類にとって必要不可欠な存在となっていたんですね。電気とかじゃなくて、エネトロンっていうエネルギーを使って車を動かしたり、いろいろ動かしてるわけですね。それで、その現世にメサイアっていうあれが率いる組織バグラスが襲来。メサイアを現世に呼び戻すため、大量のエネトロンに狙いを定めたわけですね。で、バグラスの襲来に対抗するのはブルーバスター岩崎龍二、イエローバスター宇佐美陽子の二人で結成されたエネルギー管理局特命部所属の特殊部隊、特命戦隊ゴーバスターズ。二人は13年前の事件で難を逃れたあの子供たちだったわけですね。で、エネトロンをめぐってバグラスに立ち向かうゴーバスターズ。やがて二人の前に同じく13年前の事件で難を逃れた男、桜田ひろむが現れた。彼は幼い頃の約束を果たすべくレッドバスターとなるって言って、こうやって三人で戦い始めるっていうわけですね。あらすじ。疲れるね。これウィキペディアより抜粋。まあそんな感じなんですね。で、今回、第、ミッション15で何があったかって言いますと、まあもうね、画像用意したんだけど、さっきね、ソフビを買った。こちらソフィ買ったよーお母さんじゃなくて、なんだっけね、名前がね、ビートバスターとスタッグバスターって言うんですね。で、こちらが、前回15話で出てきたと。で、こいつらが、なんかね、頭がおかしいっていうのでちょっとお話したいなと思ったんですね。で、こちら、こっちの、やつが、
実は、亜空間に転送されてた、リュウさんっていう、もう大変だな、おい。この、青い人の、中の人の、元先輩の、なんかすげえ研究員だったっていう話だったんですね。ジン・マサト。あ、そうですね。ありがとうございます、画像ね。そうそう。これ、これ。そう、これが、ビートバスターで、これが、ビート・ジェイ・スタッグって言うんですけど、ゴーバスターズって、それぞれにバディロイドつって、ロボットがついてるんですね。なんか意志を持って、ロボットで、なんかこう、ちっちゃい時からお世話してくれる、みたいな、ちょっと、あれだな、語弊があるけど。で、このビートバスターの、何でしたっけ？バディロイドっていうのが、その、このビート J スタックっていうんですけども、こちらが、初めての、その、初めて、その5人の中で、なんつうの？イレギュラーじゃない選手としては、初めて、変身前に人間体を持たない、やつになります。これが変身するとこれになるわけですね。なんか二人とも金ピカだったのに青になるんだっていうところなんですけど、まあそれでこいつらの何がすごいって、まあ初っ端からなんかバディロイドがすごい被ってくるんだよね。こっちがメインなわけよ、普通は。普通はこっちの人がメインで、バディロイドっていうのはまあおまけっていうと言い方があれだけど、ついてくるものだったんだけど、なんかこっちがなんか出てこようとしたら、なんかスッてこいつがね、前に出てくるわけ。なんかこう、こうやっていたの最初。それで、この人は正体が明かされてないから、黒木たけしに、じゃあ俺の正体を見せてやるかっつって、返信を解いた瞬間、俺の名は、J スタッグだみたいな感じで来て、おいおい、被るなよっていうこのやりとりが、私このソフビでやりたかっただけなんですけど、そういう感じね。とにかくものすごい被ってくるの。しかもなぜかお姫様抱っこして、なぜかこいつがこいつお姫様抱っこして、じゃあなっつってさって言っちゃったりとかして、で、バディロイドも返信しちゃうし、なんかすごいよね。っていう感じの話かな。でもエネトロを持ってっちゃうし、目的がよくわからないの。まあ、全然まとまりがないんだよね。なんでかっていうと、昨日の夜中飲んだ後にこのプレゼンについて考えたからかな。グダグダっていう感じなんですけど、まあなんかね、この二人がすごいよっていう話、みんなこうやって見守ったらいいと思うよ、この二人を。まあ最後なのにこういうグダグダ感だけど、まあそれがタカポンかなっていうところで、日朝の話はこれで終了したいと思います。どうもお疲れ様でした。はい、オッケー、ご飯ビタリしようよ。素晴らしい、時間だけ時間だけ。なんか何が言いたかったのか分かんなくなってからやめた。なんかえ酔ってるなって言われてる。もう氷川さんの話してんじゃねえかよ。氷川さん大人気だよ。おいおい、うん、新しいあれについてだよ。なんかプレゼンをしたというよりかは当たったよね、思いを。なんかもうあらすじ喋ったら疲れちゃったんだよね、うん、長くて思いのほか、うん、2分ぐらい喋ってた、うん、あらすし、うん、チェ。はい、それでは質疑応答です。はい、3、2、1。何か質疑応答の方ございますでしょうか。質疑応答、質問だね。はい。じゃじゃーん。ちなみにね、このビート J スタック中村雄一さんが CV やっておりまして。へー、そうなんですよ。そうで、冷静な声ですごいなんか俺がビート J スタックだって被ってきて、すごい面白い、なんか。え、それは、うん、それは天然で被ってくるの？天然。天然だから、なんか、俺が全部削除する。つってなんかね、被ってくる。決め台詞とかも被ってくるの。この人に。かわいそう。全部被ってくるって。かわいそう。だから、おいおい、被んなよつって、わわわわってしてる。めっちゃ可愛いね。そう、可愛いの、すごい。なんか意味がわからないし、なんか、ゴーバスターズって、オープニングテーマの前に、うん、オープニング始まる前に、ちょっとこう、話がさ、うんね、2分ぐらいあってからオープニング始まるんだけど、うん、もうそこって結構重要な話を言うところなのに、うん、そこでもまず初っ端から被ってきたのね。もうね、掴みは抜群なんだよね。すごいね。被ってきたーっていう、もうそこで、もうそこでね、タカポンさん先週の見ました、マジ見た方がいいっすよって言われて見たんです。で、質問は？ユッキー。はぁ、ちょっと待って、私だってさっき言ったもん。そっか、うん、質問する内容ある？ない。じゃあ感想ね。感想は、あ、ちなみにね、これ800円くらいしましたよ。まあそんなわけで次は反省会？反省会ですよ。1分21秒、強制終了された。でも絶対ないと思った。ズルズルしてもしょうがないからさ。この戦隊ネタでこの放送のことを思い出した。この戦隊ネタって何？どういうこと？だから戦隊ネタ、戦隊を見るとこの番組を思い出すことなんじゃないの。ありがたいね。そりゃありがたいね。あ、よし、ください。
はい、あれだから反省会でいいんだよね。反省会ですよ。反省会でいいんだよ。あ、だから重ねたの。そう、あ、確認してた。反省会だね。反省会って早く言い切るよって思って顔見てた。私もなんかボケっとしちゃった。はい、準備で開いてください。はい、OK ですか。 OK ですか。はい、はいはい、了解しました。それでは行きます。あ、ごめんなさい、ちょっとマイク戻します。 あ、そうでした反省会はもう、あ、ばばばばば、全体の反省会になるのかな、今回の反省会になるのかな。今回でもいいっすよ、うん、あ、全体、ただ全体は一番最後にやれば。そうだね、次回、ね、じゃあ今回、うん、今回の反省会、うん、はい、はい、それでは行きます、はい、3、2、1。反省会ですが、すごいエコーがかかっておりますねどうでしょうか反省、はい、反省、燃え尽きました。燃え尽きました。うん、ユッキーさんっていう、なんか私会ったことない人についてあれだもんね、プレゼンしてたもんね。でしょ、でもすごい魅力的でしょ、うん、聞いたことない。なんかさ、もう会ってみたいと思うでしょ。いや、あんまりなんかちょっと面倒くさいかなと思ったよねめんどくさい、なんかもうねその設定がめんどくさい設定がめんどくさい。そう、なんかね、何ちょっと君たちちょっと君たち今度あの話し合いしようか怖いよ、腰裏にね、呼び出されちゃうよ。はいはいはい、進んで。ね、ジェスタンはね、なんか、うん、暗かった。なんかテンションゲーじゃなかったからさ。いや、でもともとね、プレゼンはテンションゲーじゃないんだよ。どっかの TK さんがテンションゲーで行くからみんな乗っかっちゃうんだけど、うん、わざとじゃないよ私は、ね、自然にああなっちゃうんだよなんかもうちょっとこう明るくね、お話ししたらよかっただと思わた。はい、小学生のさ、もっと明るく話せばよかったです。はい、はい、で、もういいっすか。ああ、もういいんじゃないでしょうかね。はい。タカボンは、タカボンはね、前日の夜中にプレゼン原稿作るのやめようと思いました。うん。はい、そんな感じで。はい。はい、この番組、撮るんだ、原稿。この番組の採点方法は、プレゼンター1人ずつ3ポイント持っていて、それを自分を含め3人の中にポイントを振り分けているものです。もちろん、自分に3ポイント入れても OK。またニコニコ生放送をご覧いただいている方からのアンケート結果と YouTube での再生数を加算していきます。ニコ生リスナーアンケートは、一番パンセーテージが多かった人が2ポイント、2位が1ポイント、うん、3位は0ポイントです。はい、こちらの面白いプレゼン模様は YouTube でも配信をされておりますので、気に入ったプレゼンテーションがあればどんどん再生して応援してください。 YouTube の結果は最後にまとめて発表します。次回ですね。はい、CM の後は結果発表でーす。紙がないことに、はい、あのね、紙出すよ、紙あるある。私のことが好きって言ったじゃない。どっちが大事なのよ。え、餃子トライアングル。普段どんなメガネをかけているかについての紙にしようどんなメガネが好きか、懐かしいこの前の下り、うん、うん、YouTube、うん、プレゼンはテンションゲーじゃないよ、名言誕生。ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。本当にその通りだと思う。本当だよね、なんかこう忘れちゃったよね、そういうことを。もっと理性的に話すものだよ。なんかそれをさ、分かりやすく、タカポンは10回言い続けたよねいや、なんかもういいやと思って、うん、いいよいいよ。うち母親にもっと意味わかんない話しなよって言われるの、うん、なんか謎の煽りが来てるもんね最近。ありがとうございます。あれ3つ、今お腹鳴ったろ。え、鳴ってないわ、だって満腹だもの。もう甘いものが食べたい。甘いものが食べたい。あ、じゃあ甘いもの食べながらちょっとあれですね、会議ですね。甘いものね、食べたい。あ、斜めに破れた。投票するのが上だっけ、名前名前、自分の名前どうでもいいよ、丸つければいいと思うよ。はい、丸ね。あ、これ開けとかないとね。はいはいはい、それ前の入ってない？入ってる、出していいの？出して出して、最後だからね。まあ最後だからね。はい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 。これが前回のここに入ってた。お願いします。
え、どっちがバディだっけ、こっち、あ、こっちがだよ、こっちが、あ、聞いてたんだ。丸ついてるのが投票先ですよね。そうです。もしくは矢印の先。消してくれた。真ん中のやつ。いや。いや。いや、俺ビートバスター。中身は、ジン・マサトって言うんだ。13年前と同じ見た目のまんまで、空間から出てきたぞ。へぇ。でみたいな。みんな見てくれよな。この人のあれとか欲しいな。変身するやつとか。そう、こういうの久しぶりに。あれじゃないの、その人の編集は。レッツモーフィンじゃないの。あ、ちょっと違う。あ、そうなんだ、うん、やっぱあのね、銃みたいなやつを、うん、なんかペッてやると、うん、ここからまたあのサングラスみたいなやつがベッて出て、ベッてなって変身する。いや、空間のことはさっぱり分かってないんですよ、まだ、うん、メサイヤの中の職員はメサイヤぶっ壊さなかったのか。いや、メサイヤってさ、メサ…え、何を言ってらっしゃる。喧嘩占い。メサイヤって研究所の名前じゃないよ。メサイヤって何。メサイヤって何。メサイヤって敵のあれでしょ。メサイヤは敵のボスみたいなやつの名前。あのウニョウニョしてるやつ。研究所ごと飛ばされたんですよ。メサイヤっていうのはそのコンピューターウイルスのことですよ。メサイヤの中の職員って何。研究所の中の職員。あ、研究所の中の職員は、だから壊せなかったんだよ。だからその意思を持っちゃってて、うん、ほら、できなかったんだよ。よくわかんない。よくわかんないね。まあ、うん、ご都合主義。まさまさ、あー、おいおいおいやってやつだな。うん、たかも病院に行こう。そうだ、病院に行こうってやつだね。最近膀胱がちょっと痛いような気がしてね、ちょ、病院に行こうかなと思って。リアルに病院に行ってくださいね。それあれじゃん、あれっぽいよ、あれ。私そういうの癖になってんだよね。ああ、一回なると。そうなの。あ、でもそういうのなんか続くと、私みたいに1日だけ発熱するかもしれないよ。膀胱がナイスバディ。膀胱がナイスバディってどんな形なんだろうね。こんな感じだよ。こうはひょうたんみたいになってんの。そうそうそう。やだやだ。ひょうたん。それどうすんの、飾るの。飾る飾る、じゃーんって。他の3人は。他の3人まだ買ってないけど、買うか分かんないよね。膀胱がバスターです。膀胱が今バスター。うわー。もうよく分からない。もうね、よく分からない。ほんと14歳にも満たないよね。やべえ。それで結構きつい一言だったね、9歳は。びっくりした。3人ともオタクなの。私オタクじゃないよ、ちょっと今はあんまり。え、どうなんだろうな、オタクってどういう定義なの、うん、なんか曖昧な感じがしてきた。え、こうオタクか。うん、じゃあオタクです。私なんか全然普通の生活をしているね、最近は。そう、でも私も最近アニメも見ないし、ゲームもしないし、漫画も読まない、うん、あ、じゃあ1年ぐらい前が一番私そうだったかもしれない。アニメも見ないし、うん、特撮もあんま見てなかった。あれ、オタクじゃないですって聞かれてるよ。うん、3人とも頭がバスターなの。それはバスターだよね。バスターそれはバスターだけど、レッツモーフィン。君は健常者か。その通りだよ。障害者手帳持ってないからね。こら、なんかちょっと絡むね、今日。いや、なんか来てくれるから絡んでいってる。今日はなんかしかも酔っ払いチックな、ね、絡みだよ。おかしい。ドドドドド、大丈夫。おかしい。マジでか。ありがとうございます。はい、イコーナーの関係と。あ、オタクの。あ、そうだ。オタクのはありますね。オタクのって何。オタクの。オタクの脳だよ。だからカラオケで打ち出す2人が、うん、超ハイテンションになったようなもんだよ、うん、今日来る時にさ、うん、アイコンシャッフルしてたらさ、霊老、うん、なる覚悟が流れてきて、うん、泣きそうになっちゃった。昨日からリピートでね、あのアジサイと、あの雫的な話をちょっと、ね、うん、ちょっと聞いてて。じゃあユキネオラマ行こっか一緒に。でもね、今のネオロマね、あんま好きじゃないの。わかる、そうなのよ。初期がいいの、うん、初期たら行く。うん、あ、でもさ、ケンユーさんとかの時代で私好きなの。ケンユーさん出るよ。何かやってたっけ。すいません、プレゼンした順番もう一回お願いします。あ、なんていう題名がいいかな。ユッキーさんについて、はい、あ、やべ、ユッキーさんでいいんですか。
ええ、ダメですか、ゆきこさんの方がいいじゃないですか。あ、じゃあゆきこさんで、こが漢字で。はいはい、名字でつけなくて大丈夫ですか。名字つけちゃいます。はい、あ、じゃあつけちゃいましょう。わかりました。次ははい、私です。 J です。粉になった。なんだっけ、ライブマナーについて2ですね。はい、ゆきこさん粉。はいはい、最後タカポンで、はい、匿名戦隊ゴーバスターズの追加戦士が熱い。匿名戦隊ゴーバスターズの追加戦士が熱い。お願いします。モルスア、追加バスターがナイスバディだけについて。それいいな。それいいね、それいいね。まあ、うん、ナイスバディじゃないんだけど。バディ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 、なんかロン毛の人だったよね。あれ、横に並びになりました。あ、本当ですね。あ、本当だ。匿名になる、匿名希望の匿名になってる。いいんじゃない、いいんじゃない。なんかさね、匿名戦隊ってすごいね、なんか絶対にバレてはいけないみたいな感じだね。こっちですか。あ、そうです、あ、そうです。ありがとうございます。匿名、匿名戦隊っていう戦隊、匿名係長の戦隊バージョン、うん、あー、あー、ありましたね。名前で選んでもいい。名前で選ぶか。いいよ。名前ってどういうこと？名前の雰囲気じゃん。あのうちらの3人の。あ、雰囲気、うん。ちょっとこの名前の雰囲気あんま良くないから嫌だなみたいな感じ。そうそう。なんか響き的に神崎アットジェみたいな。あ、そうだね。なんかローマ字だし。名前鑑賞会です。名前鑑賞会。ただのJだなからね。無駄つながらない会社員だけど先輩。ああ。特に先輩バージョン。なるほどね。いいじゃん、そのギャップが。スーパーマンみたいな感じでしょ。昼は冴えない。そう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 。夜はバリバリ。そう、守備。みんな夜は下半身がバスター。最高。何言ってんの。だからさ、それをさ拾うのがさ、拾っちゃうよそういうの。私も今言いそうになってたもんね。はあ。はあって。ため息つきたいのはこっちだよ。よろしくお願いいたします。あれ説明しないとね、あの説明しよう。最後のところにね。説明しよう。説明しよう。YouTube の得票数についてユキが説明を、はい、終了のお時間ですってなったあたりで、じゃあ次回は罰ゲームなんですけど、罰ゲーム会、結果発表と罰ゲーム会なんですけど、4社長で、で4社長で5が氷川さん。ああ、じゃあ氷川さん負けちゃうな。いやって、うちら今日ゼロポイントなんでしょ。全員ポイント入らないですよ。氷川さん5ポイントみたいな。じゃあ氷川さん罰ゲームだよね。得票数少なすぎてね。本当だ。会社まであともう少しです。はい、あとは30秒ぐらいでスタートします。はい、よいしょ。なんだっけ、あ、開票ね。あー、絶対 YouTube トップだね、氷川さんは。もう見るよ、私が。私も見るよ。リピートでループ入っちゃうからね。にゃーって、あーみたいな。今日泣いてないね。泣いたよ。あ、泣いてた。そうなの。トイレ行って終わった後ポンポンって、すごいにゃー、あの甘える声で泣きます。あー、いやー、波声なのにものすごい高い声になやばい、メロメロだ、やばい、にゃーにゃー、いやー、この猫ちゃんはちょっと。はい、それでは行きましょう。はい、はいはいはい、はい、では行きます。はい、3、2、1、開票。パン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 、今がこれか。おお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 、じゃあ発表いたします。2位が同票2票ずつでタカポンと J。 おお、ということは1位が5票のユッキー。イエーイ。ということは、あれだ、はい、追加追加追加、はい、前回まで、ユッキーが21だったので 23?、うん、3になるの2ポイント、何ポイントするの。2ポイントだっけ。そうですね、下位2人が同率なので2、1、1ということですか。そうですね、はい、ということで、はい、
ユッキーが2ポイント足されて今23ポイント、はい、23になりました、はい、でタカポンが1ポイント足されて29になりました。で J が1ポイント足されて34になりました。今のところ順位変わってないですね。ファイヤー。はい、続きましてニコ生アンケート結果です。ドン。よっしゃ、ありがとうございます。さすがね。名前の雰囲気もタカポンいいしね。はい、じゃあ2位が同票で、かわってユキコさんについてとライブマナーについてのユッキーと J 28.6% です。わー、つまり1位が特命戦隊ゴーバスターズの追加選手が熱い 42.9% タカポンですね。はい、ありがとう。じゃあということはタカポンにだけ1ポイントが入るので、あー30ポイントですか、はいはい、ということでタカポン 30?、はい、ということで、はい、1位J の34ポイント。現状維持。2位が、タカボンの30ポイント。3位がユッキーの23ポイントということで、順位変わらずということになっております。でもユッキーが追い上げた。はい、そうですね。これはちょっと次回楽しみだね。じわじわ来てますね。はい、はい、そんな感じで終了のお時間でございまーす。キョエー。キョエー。はい、でね、1位と3位でだいぶ、何票数の差がね、11ぐらい開いちゃってるから、ちょっと我々考えました。ました。で、まあ、次回ね、全体の結果発表ってことになるんですけれども、うん、まず YouTube の得票数はどのように出すことになってるんでしょうか。そうですね。はい、まず、はい、ちょっと再生数に差がありすぎてしまうので。そうですね。20いくつの人もいれば、1000いくつの人もいると。はい。はい、1回目、2回目、3回目という回数ごとに、まず、1、2、3という順位を出して、はいはい、1位の人は3ポイント、はい、2位の人が2ポイント、3位が1ポイントということで、ポイント制にして加算していく。はい、それ全部を出してね。そう、10回まで出してっていう形にしようと思います。はい。はい、そうすれば、まあ、公平で、うん、そうですね、うん、はい、という感じです。これ考えたのは私です、はい、頭いい、さすが年の子ということで、ほら、じゃんおばそれでね、来週だから、来週じゃない、次回の収録の時に、うん、集計しますので、うん、一応 YouTube の再生数の締め切りの方がですね、19日の12時、はい、お昼12時まででよろしいですか。正午ぴったりでございます。はい、正午ぴったりまでで、はい、という形でその後に集計させていただきますので、はい、応援していただけるようであれば、はい、まだまだ再生お願いいたします。お願いいたします。はい、そんな感じですかね、うん、はい、以上、ね、そうね、まあ来週は嬉しい恥ずかしい罰ゲームの回が、そうですね、そうですね、はい、どうなるかまだまだわからないからね。そうそうそう、逆転ルールもね、ちょっと考えてるからね。考えております。そうですね、この辺もね、うん、楽しみでございますね。はい、美味しいもんね、罰ゲームって。そうか、そうかな美味しくね、罰ゲーム。私超罰ゲームやりてぇなって。じゃあ、でもそれでいいじゃん。罰ゲームいいじゃん。やった、今日やっちゃいなよ。あざーす。はいはい、はい、こんな感じで毎回頑張っていきたいと思いますので、っていうか、まあ次回で終わりだけどね。そうだよ、応援よろしくお願いいたします。本日は私、タカモンと坊やだからさ、ごめん、ユッキーと神崎あとぜーちゃんでしたよ。またね。この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りしました。私のことが好きって言ったじゃない。どっちが大事なのよ。え、餃子トライアングル。罰ゲーム楽しみですね。楽しみですね、とっても楽しみですね。鋭意制作中でございます。はい、はい、じわじわと準備を進めておりますね。罰ゲーム会か、ワクテカだな。ね、仕込む方もされる方も楽しい、楽しい罰ゲームでございます。ドキドキですね。来週が最後ですけど、はい、一応そのプレゼン番組っていうか、今回のクールとしては最後っていうことで、うん、作るももちろんやる予定であります。そうそう、プレゼン番組か微妙だけど、はい、そうそうそう、企画会議の方をさせていただいて、どういう内容にしようかなっていうところをぼんやり、うん、考えてます。ぼんやり、はい、ぼんやり、はい、ジクールももちろんやりますね。ぼんやり、ユッキーさんの憩いの場らしいですからね。そうですね、うん、あ、そう、もうこれがなくなるとね、私もう死ぬ。死んじゃうの？死んじゃうの？
のか。死ぬ死ぬ。でもほんと三足のわらじ、あ、ごめん、ありがとう、とかになるよね、うん、私もそうだよ、うん、そうそう、だってさ、それプラスさ、なんか通ってたらさ、四足でしょ、あれマジ、ほんと死ぬわ、ね、もうほんとね、休みがないけどね、楽しいね、毎日ね。次、じゃあ写真撮りまーす。あ、はーい、はい、そうでした、そうでした、ソフビを出さなければ。ほんとだよ、写真お母さん、でも期待してくれるんですか、ありがたいね。まだオンエア続いてたりします？続いてるよ、続いてるよ。あ、なんかユキが雑魚のことしたから、まあなんか写真撮るしね、うん、あ、今カメラ上に抜いてますので大丈夫ですか。わお、あー、はい、企画がきついな、お宅はこの時間いないし、まあ一応ニコ生だけっていう形じゃないからね、一応これ収録風景をニコ生の方で収録風景も流してるっていうあれなんで、まあまあなんか適当にね結構盛り上がったりもしてますよね、うん、ね、うん、コメントいろいろいただいたりとか、うん、はい、じゃあ、あ、はい、そうでした、そうでした、よいしょ、熱い、熱いね、時間もないね、あれ、昔こんなはずじゃなかった、れちゃう、こんなはずだよ、バキバキ寄せられた、もう中止みたい、イエーイ、T シャツの人が氷川さんです。やべ、かれてます。違う。間違いする。キさんに怒られちまいましたね、暑いね、すんげー、まあ、疲れてる、いやはや、いや、そう、赤い T シャツの人が氷川さんですよ、美少女タカポンだよね、美少女、だから美少女って言われてたよ今日、どこに書いてあったの、コメントだいぶね、前のコメントのところに書いてあった、ありがたいことだね、まあ少女とか言われじゃないんですけどね、まず、うん、少女じゃないよね、うん、美少女、美何じゃ、美女、美女、美女か、美女になって、うん、考えちゃってすんごい、タカポン美女って感じじゃないよね、可愛いじゃない、美少女じゃない、美少女で、じゃあ肯定しちゃった、やべ、カルカン見せてみ、社長真っ白だから、あ、可愛い、カルカン、モフモフやで、モフモフやで、これから氷川さんとモフモフするのが楽しみでならないね、あと私20分ぐらい前からトイレ行くの我慢してるんだよねそうなの、じゃあ応援しますか、はい、大丈夫です、ではまた来週、いい、来週じゃない、次回、次回 YouTube お願いします、お願いします、 YouTube 方向がバスター